よし、じゃあ今日はあともうちょっとだけやったら、トイックのね、問題を解きたいから、一回終わりにしよう。確かボス今が倒して、こっちに進めばいいんだ。魚とかってか、捕まえられんのかな。いや、難しそうだし。サプレッサーあるからこっちで行くと、じゃあこの後エヴァと合流するんじゃなかったか、ちょっと当時使った方がいいかな。あ、違うな。ちょっと待って、やっぱりコントローラー置かない方がいいかな。かっこいいな、やっぱスネーク。やっぱこのスネークが一番かっこいい気がする。ヘビ捕まえとく、せっかくだし。トーチもいらないっしょ、そう考えたら。バンダナを、バンダナじゃない、眼帯しないスネーク、かっこいいね。バンダナはしてるか。とりあえずどんどん進む？そうそう、でもない。すごい、なんか。なんでこんな黄色いんですか。コーサーかかってる中国が。どうしてもなんか蛇を見ると取りたくなる。順路としては多分こっちだろうから、ちょっとこっち行こう。わーお、すっかり忘れてたクレイマーの存在を。これ撃てば破壊できんのかな。敵にバレてないってことは多分敵しかねえのか。サプレッサーもったいないから。お、AK の弾いっぱい取れる。体力はまあ基本的に自動回復だろうから取っとけば大丈夫。黄色くない？なんでこんな黄色いんだ。核で汚染されてる。あー、ザ・ソローか、確かここ結構印象的な、なんか俺の記憶にここは残ってる気がする。え、まい、敵いる近くに。まずい、やっちった。これさ、やばい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 。え、どこにいるの敵。マジで、いや一回死んでも、一回死んでもいいや。普通に行ったらどうなんのかってちょっと見てみよう。上から撃たれてるのか俺。上になんか飛んでんのこれ。もういいや、一回死んでどうなるかっていうのちょっと。これ普通には進めないのか、こうやって潜りながらしか行けないのか。でもなんか全然そんな言うほど撃たれてないですもん。潜ってけばいいのか。あ、潜ってけばいいのか。やらかしてる。さすが。全然できると思わなかった。
ことなんかこれイベントみたいなさあ違うこれ帰るときになんかザーソローが来てるのかやばい死んだなこれスポットライトみたいなやつに当たらないようにして潜りながら進んでいくのか木の影を利用してそこで息継ぎしてって感じかちょっと失敗したスポットライトがここはかかってるから それのスポットライトが来たら潜るって感じかスポットライトは当たらないでこういうとこで息継ぎをする感じかなるほどな持ってきたもうこのまま進むかこのままじゃなんか水中で出ちゃう行くしかないな利用して息継ぎするもう行っちゃったもういいやどっち行っても多分一緒だろうここにはいないレーダーみたいなモーション高菜がいっぱいいるのは分かるけどえ What? なんで潜ってんのに俺バレてんの嘘でしょ ちょっと潜ってんのにバレるってどういうこと？やめてレインフォースメント上がってやるよのやつあれどうやって撃ち落とすんだ先生、連携でも撃っとくかいや倒した倒したまだ他にも撃たれてんだよな、俺とこからもう一体いんのいやー潜ってんのにバレるってどういうことこっちで良かったのかっていうか、俺じゃあ倒しとくかもう容赦ない敵に対しては潜ってたのに俺思いっきりバレてるのさっき間違ったちょっとこれ上がりたいこの人目覚ます前にちゃんとここに留めさせておかないとさっきの犬じゃないけどさここはね情けは無用AK の弾いっぱい取れるから AK 使ってくればよかったかなああいう時はねでもちっちゃい弾はこれ取れたからまあいいんだけどこれ出てこっちとか行っても何もないか
多分。さっきの建物の中じゃ入ってない。AK いっぱい取れんな。あー来たー、スナイパーライフル。これはもう絶対使えるでしょ。AK 持っとくし、スナイパーライフル。確かさ、これ武器はこういくらでも持てるってのはいいね。これ使えるんだよな。あ、もうこうやるともう動けないから、こうやって、ここでこうやって狙う。で、あ、モーションセンサーもったい。撃つときは、こうか。よーし、これはいいぞ。でも、サプレッサーがないからな。とりあえずじゃあ、さっきのところに戻るか。サプレッサーないとちょっときついね。サプレッサー付きのライフルゲットしたらもうその瞬間メタルギアは一気に、ね、楽勝って感じになってしまうから、さすがにサプレッサーはないか。もうね、サプレッサー付きのライフルゲットしたら遠くからしっかりエリアをこう見渡して敵を一人ずつ撃っていけばいいだけっていう、ちょっとね、あんま面白くない感じになってしまう。これ戻ってさっきのとこまっすぐ行けばいいんだ。他に道なかったもんね。これ飛んでるやついっぱいいるから、こっちだよね。ここから潜っていくか。スタミナあんまないんだけど、ね、でも別にライト照らされてないから。あ、大丈夫かな。大丈夫そう。 Warehouse Exterior。 さかな、ザボスじゃない、エヴァか。Get your hands off me! I'm not going anywhere! Really now? How many times must I tell you?Each time you resist, your lover will suffer the consequences. Is that clear? Vulcan. Oh, so you got killed. So close to him. Damn you! これ一体どれくらいの電流が流れてるの？おお死ぬだろう。かわいそうにエヴァ、結構エヴァ大変なことになってんだね。そう考えるとスネークとはあんな感じだったけど。 Hold it right there, traitor. Let's find out just how lucky you are. Russian Watch closely. Is it 回す意味なくね、これリボルバーの中に弾入れたら。One of these three guns has a single bullet in it. I'm going to pull the trigger six times in a row. Are you ready?
何がしたいんだオセロットは。これはでも怖いな。Looks like your luck hasn't run out yet. There's no such thing as luck on the battlefield.You'd better stay in line from now on. まともなのはボスだけか。The Cobras will take care of him. 知ってんのかな、ボスは。知ってるよね、オセロットが。息子だって。でもオセロットは知らないよね。Has the CIA dog been disposed of yet?The pain is dead. What? He may be a child, but he's definitely one of yours. I fear Khrushchev may have a hand in this. We have no time to lose. You must eliminate him before the final test. Don't worry. They'll be able to handle it. Get the... なんだっけ、この人。I'm leaving him to you, the fear. A fear?Is always sleeping. Is he all right? The end is saving what life he has left in him for battle. Normally, he's dead. But he'll wake up when the time is right. And when he does, it will be the end for the boy. なんかエヴァすげえかわいそうなんだ。Sokolov isn't worth your love. You can entertain me until the rain stops. 完全にサディストだよね、このボルギン。Kuwabara, Kuwabara. タイツがもう完全に。The sorrow, is that you?寝てるけどそのまま置いてっていいのか。これ日本語、俺初めてこれ確かメタルギア3やったの高1だったかの時に、あの日本語版でやったから、ザ・ソローとか言われてもどういうことって思ってたけど、こう改めて英語版でね、The Sorrow っていうこう、まあ、スペルの意味が分かってこうやって見ると、まあなんていうかね、より深く理解できるからいい。カタカナでソロって書いてくるともう分かんないもんね。どうすればいいのかな、これは一体。敵が2人思いっきりこっち向いてる時点で1人倒したところで他の人も、いやでも動いてるな。
ちょっとこれあれだな、今日は一回ここら辺で止めていいかな、セーブしてね、次回でこっからということで、今日は多分もうこれん？ジエンド戦わなきゃいけない、まあいいか、時間ももう多分結構やったから、今日は一回じゃあここで終わりにしよう。セーブするには、今エヴァと話したらどうなんだ大変だったなってことで、やっぱそりゃそうだよなあんなことになってたもんな。パラメリックセーブ。 Saving the game, Snake? Yes。おお、だいたい1時間半くらいやったのか。スネーク、have you seen 007 from Russia with Love? Nah, I don't like those movies. Real spies are nothing like James Bond. It's pure fantasy. Snake, I don't think the Major's going to like you saying that. And even though it's fiction, I can't help but comparing myself to Bond. What exactly don't you like about James Bond? I mean, is it the fantastic gadgets? The cars? The guns? Major. Snake, wouldn't you like to have a gun shaped like a pen? What good is a pen gonna do me in the jungle? I'd look like a fool. Then what about a snake-shaped gun? You could make it look like you're grappling with a giant snake and then get a shot in on the enemy while they're distracted. Okay, now you're being ridiculous. We'll make you a snake-shaped gun that folds up and fits into an attaché case. Will you give it a rest? Oh, I get it. You're worried about how to handle the ladies, aren't you? No. I knew it. To tell you the truth, I don't like the idea of playing hanky-panky with enemy femme fatales either. But that's part of Bond's appeal. You could learn a thing or two from him. I mean, what about this Eva? What are you planning to do with her? I don't even trust her yet. No, that's not what I mean. You can't let yourself get involved. This is a game of spy versus spy. She's using you just as much as you're using her. I realize that. You've got to grab the initiative, and to do that, you have to get the upper hand in the relationship. That's what a spy is supposed to do. Get the upper hand? I don't think I'm cut out for that mission. Maybe if you change your code name to 00 Snake. Major. 007 is the biggest thing to come out of England since the Mayflower. I wouldn't be surprised if they made 20 more of those movies. Didn't you know? The Major is a huge James Bond fan. Don't get him worked up like this. Worked up? Maybe you don't realize this, but now that you've got him started talking about Bond, I'm going to have to listen to him lecture for a whole hour after he gets off the radio. You have my sympathy. It's too bad you can't enjoy such a great movie, though. I guess I'm just one of those people who can't enjoy spy flicks. 必ず映画の話になるよね、セーブした時って。なんかゼロがめちゃくちゃ熱くなってたの、なんかジェームズ・ボンドの。みんな映画好きなんだ。結構こういうなっていうか、日常会話っていうか、に結構近い表現とかもいろいろ学べるから、メタルギアはね、結構、ためになるっていうか、いいよね。ということで今日は一回ここら辺で終わりにします。